こんにちは、メリダ X ベース YouTube チャンネルの品川です本日ご紹介するのはこちらですねビッグナインシリーズもうクロスカントリーのレーシングバイクのシリーズですねもちろんフレーム素材はもうカーボン素材でできているまあ軽量クロスカントリーレーシングバイクですねフレームの種類がですね CF5 素材と CF3 素材の2種類の展開になっています まあ共通項としてあの、まあジ、ジオメタリーとまあサイズの部分ですね、こちらも共通になっていますので、CF3 でも十分性能はいいモデルなので、あのまあ、価格によってね、ご予算に応じて選んでいただければと思います。はい、そうしたらですね、まずあのフラグシップモデル、ビッグナイン9000の方を、ね、ご紹介していきたいと思います。フレームの素材は CF5、もう超軽量、そして光合成なこのフレームですね。 まあもう本当にもうプロ選手が実際のレースであのもうガンガン走ってまあリザートを残しているようなまあそういうね本当のレーシングバイクです。でこっちら9000に組み合わされるまあパーツなんですけどもうこれも本当にねもう最高級パーツを組み合わせたというような典型ですねまずまあ組み合わされるコンポーネントシマの XTR の12足、まあ、これをメインにあの組んであるわけなんですけどそしてですね あのやっぱりマウンテンバイクの、まあ、性能を決める上で、まあ、かなり重要なポイントになってくるこのサスペンションこちらも、まあ、フォックスのファクトリーですね32の、まあ、インナーチューブを持つ、まあ、フォックスファクトリーで、まあ、ステップキャストなので、まあ、当然、ね、軽量なモデルですよね本当に最高級のサスペンションもちろん、ね、あのこのリモートでロックアウトっていうのもできるようになっていますそしてなんと、ねまあ、ホイールの方ももうもう当然というか DT スイスのまあカーボンホイールですねこの XRC の1501っていうのはもう軽量かつですね今このリムの幅っていうのもね結構ワイドになっているので、まあ、昨年モデルよりもさらにワイドなリムがついています、まあ、当然ねあのワイドになってももう軽量なホイールなので、まあ、実戦では強い見方になってくれるんじゃないかと思いますそしてですねなんといってもこの目を引くこのマジョーラカラー これ近くで見るとねあの、まあ、黒っぽいカラーかなと思うんですけど、まあ、やっぱり光が当たるところで見ると見る方向によってね紫にも見えたりなんかグリーンっぽくも見えたりっていうような、まあ、かなり凝った塗装になっていますそしてまあこの9000のモデルですねあのフレームセット売りもありますので、まあ、フレーム単体で組みたいなっていうような方向けの設定もあります、はい、そして8000の方ですねもうほぼ内容としてはですねもう9000に近いような ものがあるんですけどまずフレームセット CF5 のプロユースの,あのカーボンフレームをベースにこちら組み合わされるコンポーネントはスラムの GX がベースになっていますねで、まあ、こちらももちろんね12速のコンポーネントですからもうレースユースとしてはもう必要として、まあ、十分ですよねそしてまあなんといってもこのサスペンションの方ですね、まあ、先ほどの、まあ、9000の方がねフォックスだったものに対してこちらまあ6ショックスのもう最高級のサスペンション SID のこのアルティメト、SL、ですねこれも本当にね、まあ、軽量で高性能なサスペンションになっているわけなんですけどそしてですねホイールの方もここも抜かりなくカーボンホイールなんですこれ実はあの、まあ、メーカーとしてはこれレイノンズのカーボンホイールになるんですけどもう本当にね即レースであの走れる本当に、まあ、勝ちを狙っていけるようなスペックになっていますよね、まあ、本当にねあの まあ価格差あの約15万円ほどあるんですけどまあもう実質これもうフラッグシップに近いと思いますはいそして次はですねビッグナイン7000ですね、まあ、このモデルからですねあのフレームの素材が CF3 の素材になりますまああのセカンドグレードのフレーム素材といってももう正直ねレースでいうともう十分すぎるようなパフォーマンスを発揮してくれるようなモデル そして、まああのまあ、逆にね過剰すぎない合成っていうのがあの一般の方にはあのすごい扱いやすい1台じゃないかなと思いますもちろんあのフレーム重量もねマッケージをとらず軽量なフレームなのであのこの7000というグレードももうあの、まあ、1級の、まあ、レースバイクっていうような形ですねそして、まあ、組み合わされるコンポーネントの方を見ていきたいと思います まあ、シマノのね、ブルー XT という形ですね、まあ。チェーンまでね、XT を使ってますので、12速のコンポーネントとしてはもう、すべて XT で固めていますね。そしてですね、サスペンションの方ですね。こちらも6色数。ダデリーセレクトの SL ですね。まあ、もう必要にして十分いいものが付いていますので、まあ、本当にレースでもね、しっかりもう結果が出せるようなバイクに仕上がっています。で、組み合わされるホイールですね。 これも8000についてたものと同じくレイノルズのカーボンホイールもうカーボンホイールまで付いてくるともうサードグレードとは呼べないようなクオリティになってきてるんじゃないかと思いますはいでは次のモデルですねこのビッグナイン5000こちらもフレーム素材としては CF3 の素材になるモデルですでこちらですね組み合わされるコンポーネントはレオレクラスのものがあのベースになってるんですけど実は リアメカに関しては、XT になっていますね。まあ、見える部分ね、ちょっといいパーツ使われてるっていうのは嬉しいですよね。そして、組み合わされるこのサスペンション、こちらもロックショックスのリーバーですね。十分にいいものがついていますので、レースこれから始めていきたいっていう方にも、すごいいい1台だと思います。本当にコストパフォーマンスも高い1台だと思います。そして、あの組み合わされるホイールですね。 こちらはメリダのオリジナルのものなんですけどこちらはチューブレス対応になっているものですねこちらビッグナインの3000カーボンのモデルこのビッグナインシリーズとしては、まあ、一番エントリークラスになるんですがフレーム素材としては GF3 なので上のモデルと同じですねそして組み合わされるコンポーネントっていうところで変速部分に関してはデオレメインになってますねそしてなんとこれもね リアメカだけ X. T. になっているんですよ。こういうところがね、なんか非常に。こう見た目も高級感があっていいなと思いますね。サスペンションに関してはこちらマニトウの。まあエア式のものですね。もう必要にして十分なものが使われています。はい、ということでですね。あのー、本日ね、ビッグナインのこのシリーズ。あのー、ご紹介してきたわけなんですけど。まあ、この今ご紹介してきたモデルっていうのが、まあ基本的にね、このワンモデル、ワンカラーっていうような。 形になっていますので、まあ今ねちょっとご紹介したこの色ですね、あの非常に綺麗の綺麗な色になっていますので、あのお好みのまあ色で選ぶっていうのもね一つあるのかなと思います。えっ、ー、とラインナップ共通してのこのサイズの部分ですね、あの S サイズの展開となっています。38、43、48っていうような形で、あの適応身長でまあ言いますと。 あのまあ、身長でいうと160以上の方からまあ180超えのまあ大柄な方まで対応できるようなラインナップになっています是非ねあのたくさんの方にね乗っていただければと思いますねであのこの後もですねあの2021年モデルあのどんどん紹介していきますので是非是非ねあのチャンネル登録の方もしていただいてあの新しい動画の方をねあのお待ちいただければと思います本日は ご視聴ありがとうございました。